まして、こんにちは。ありがとうございます、北島さいかといいます、宮崎県出身の歌手で今は東京を中心に活動をしています。今日私のことを初めて見たよという方がほとんどだと思うんですけど、よかったらね、名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。1曲目はカバー曲歌わせていただいたんですけれども、次は2曲続けてですね、オリジナル曲を聴いていただきたいと思います。よかったらね、手拍子も一緒にしていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。愛はどこへ。窓を開け放って部屋の中片そう、あれ渡る道よをはしゃぐ
けれども皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。私は昨日から実は参加させていただいていて、昨日と今日とメインステージの方でエコライフガールズとしていろんなステージに立たせていただいたり、ここでも昨日歌わせてもらって、はいね、昨日来てくださった方は分かると思うんですけど、だいぶ今日涼しい、ね、ですよね、はい、でもね毎日こうね撮影いらっしゃると疲れると思うので、水分補給とかしっかりしてね、最後まで楽しんでいってください。そして今日ね、いろんなブースだったりとかステージだったりとかありますので、このことについていろいろね考えることのできる時間になると思うので、皆さんみんなしっかりエコしましょうね。はい、というわけで、そう、今日初めて私のことを見た方ほとんどだと思うんですけど、私実はですね先月アルバム、先々月ですね、違うね、もう3月です。3月にアルバムを出しまして、今歌った2曲と次に歌わせていただく曲も入っているアルバムになるんですけど、今それを持って頑張ってるところです。で、8月ちょっと先なんですけど、私の誕生日の日にですね、バースデーワンマンライブを、東京青山の月見る君を思うというところでやらせていただきます。ちょっとね、興味ある方いらっしゃったら、今日ね、彩花のこと初めて知ったよっていう方もぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいので、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。次はちょっとしっとりなんですけど、バラードを聴いていただきたいと思います。素直になりたい。Thank you.
ございます。本当初めての方もたくさん立ち止まっていただいて本当にありがとうございます。改めまして北島彩花と言います。よかったら名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。昨日と今日と立たせてもらってるんですけど、今日はねまだまだこの後もねあっちの方でステージも続きますし、ね、可愛いゆるキャラもいっぱいいたので皆さん最後まで楽しんでいってください。というわけで私のステージはここで最後になって次の曲で最後になってしまうんですけど、もしよかったら皆さん後ろにいる方も前の方にぜひぜひ来てください。最後はねちょっと皆さんと一緒に盛り上がって終わりたいなと思うのでよろしくお願いします。そしてタオルとか持ってる方よかったら、ね、一緒に回しながら盛り上がっていただけると嬉しいです。それでは最後の曲いきたいと思います。聴いてください。君に出会えたから。
後もね、続きますので楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、北島さやかさんです。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、今日は今日でまた違うスタイル髪の毛もダンスタイルするとまた大人っぽい。あ、本当ですか、うん、昨日と違います、はい、ね、どっちが好きかな。昨日好きな人、昨日のスタイルが好きな人今日のスタイルが好きな人、どっちもどっちみたいなね。そうですね、ありがとうございます。全部さやかちゃん可愛いから大丈夫です、はい、ということで昨日今日の2日間にわたって、はい、エコライフガールとしても活動してくれました。で今日はメインステージで支援、復興支援のクイズ大会にも参加してくれたんですよね。してきました。あちこちの地域からも来てくれたいろんなねキャラクターたちと一緒にクイズ大会いかがでしたか。いや本当に、うん、可愛いキャラクターたちと一緒にできたのも楽しかったし、うん、私も初めて知ることとかも多くて、うんうん、クイズを通していっぱい勉強になりました。そうですよね、はい、でちょうどねさやかちゃんは宮崎出身ということ で、はい、宮崎もね大雨が降ったりとか地震があったりとかね、さまざまな大変なこともあると思いますが、はい、そのね支援もしていかなきゃいけないですもんね、みんなの応援とかね、はいはい、なのでぜひぜひ皆さんも各地で起こる災難とかそういった被害のものに対してちょっと敏感になっていただいてね、はい、お手伝いなどしていただけたらと思っています。それにもう大活躍してくれるのがさやかちゃんなので、ぜひねリーダーシップを取って頑張っていただきたいと思いますが、今日、昨日、今日と2日間にわたっていろんなエコも見てきたと思いますが、やっぱりこれが一番っていうようなエコもありました。エコ、そうですね、活動を自分でこれからしていこうかななんて思うものはやっぱり今回特に海の、うん、ことについて、うん、たくさん会場に映画だったりそういうのも、うん、いろんなお話を聞いて、はい、私も本当宮崎出身で海大好きで、うんうん、でもやっぱりこの前宮崎帰った時もゴミとか落ちてたんですよね、うん、そうなんだ。そういうのも見てしまうので、うん、やっぱり地球はね人間だけのものじゃないし、しっかりと本当にゴミを拾うっていう簡単なことから、うん、私たちがみんながやれば大きなものになるの で、 そうです、ね、本当にちっちゃなことからだけど、はい、やっていきたいなと思います。大事なことですよね。今まで結構地上のものが多かった中で最近本当に海に注目をしてくれているので、うん、本当全世界かけて皆さんがやっていかなきゃいけない取り組みだと思います。なのでぜひね今回のこのエコライフフェアでもいろんな意味で勉強にはなったと思いますので、皆さんぜひ来年もエコライフガールズとして活躍してくれるだろうと信じ、はい、ぜひね今後皆さんと共にエコをね、はい、発達させていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで2日間にわたってですが感想一言、はい、そうですね、本当に楽しいイベント、去年と今年の2年連続出させていただいたんですけれども、はい、素敵なイベントで歌うことができて、そしていろいろ学ぶことができてすごく嬉しかったです、またね今ゴミウィークじゃないですか、はいはい、ね、ちょっとこれをきっかけにという、ね、はい、しっかりと意識して私も頑張っていきたいなと思います、はい、ありがとうございました。ということでさやかちゃんの皆さんついていってゴミをなくす運動もぜひとも参加していっていただきたいと思います。はい、ということで昨日今日と2日間お疲れ様でした。北島さん